おしりで声、今年の1月に初めて台南の方に来ることができました。その時、那今年一月份第一次来到台南。その時、今回イベントを主催してくださった D さんの民宿に泊めてもらいました。那个时候，他住一间民宿，是那个民宿老板叫做李瑞菊老师，他是一个钢琴老师，他对他的李瑞菊的音乐很有兴趣，后来他帮他安排这场音乐会。その時僕は二個を弾くんですけど、二個を持ってこなかったんですね。ですが、僕が作った CD を渡したら、その場ですぐに CD をかけて聴いてくれて、でその CD に合わせてピアノを弾いてくれました。他是打二胡的演奏者，但是那个时候他没有带二胡，但是他有带他的专辑。那个时候，李老师听他的CD 就马上就跟着 CD 的音乐，一起弹奏，他很感动。その時すごく嬉しくて楽しかった思い出があります。真的，他非常快乐，很愉快。歌とピアノで合わせている時に、あなた二個も弾くのよねっていう。言ってもらってですね、D 先生の友達の方に電話をして2個を持ってきてもらいました。然后李老师教他的朋友带一把二胡来他的民宿。それから、で、歌と2個とピアノで、僕が作った曲を一緒に演奏しました。就李立圭跟李老师。李立圭的二胡，李老师弹钢琴，一起弹奏他创作的歌。で、その時とても親切に、温かく迎えていただいたことが心にとても残っています。他那个时候就好好感受到，李立圭老师的很温暖温馨的心。今回のライブは僕が2回目の台南訪問のライブです。这场活动是他来第二次来台南，然后台南でたくさん温かくしていただいたその感謝の気持ちを今度は僕がですね逆に感謝をお返ししたいそんな気持ちで臨みたいと思っています。因为他一月份第一次来的时候就受到很多台湾人的照顾，他很感谢，所以这次是换他来，是一种回忆，一种そして今回こんなにも台湾の方に台南の方に歓迎してもらった温かくしてもらったということを日本のパン屋に伝えたいと思っています。然后呢，这次的音乐会结束之后，他回日本，在这次的他的印象，把他的在台南过的日子的印象传达给他的日本朋友们。谢谢，谢谢。那他的专长是什么？专长。对。他在音乐的专长是二胡还是？二胡跟他的歌。还有就是唱歌，可不可以跟我们讲一下他这次带来比较就是他最满意的一些演奏，好不好？他最满意的演奏。对。的演奏曲有没有特别为我们带？一番今まで作られた歌の中で得意とされている曲、一番おすすめの曲は何ですか？一番おすすめの曲は、今日記者会でも演奏するんですが、遠方の風、オーダーチューズ。一首歌、他创作的歌曲叫做《远方的风》。等下开了记者会的时候，就他来
演奏、OK。 他那这个歌曲是用二胡弹奏还是用 piano？ 诶，これはあの、あ、ニコとピアノと一緒ですよね。一緒です。就是伊拉夫弹钢琴，他拉二胡，还有唱歌，一起合作。OK， thank you。谢谢。诶，テーマとか内容について。はい。そうですね。初めてその台湾の方に歌いに来るんですけれども、僕らは日本の東北出身です。多分这次第一次来到台湾，他们两个都是来自日本的东北地方。で、4年前に大震災があったんですけれども、その時に台湾の方にすごく支援をいただいたので、そのお礼を伝えたくて、歌で伝えたくて歌いに来ました。日本东北地方四年前受到很大的大地震，那个时候台湾人把世界最大的金额捐款给日本东北地方，所以他们都非常感谢这次借此机会用音乐想要表达，向台湾人表达感谢之意。OK， 先做啊，それから弾いていただけますか。弾いてください。はい。ありがとう、谢谢，ありがとう，谢谢，ありがとう。1、2、3。ありがとうとつぶやいてみる。そこにあなたがいてくれたこと。確かに僕らはつながっているよ。この同じ時代で巡り合えたから。ありがとう、谢谢，ありがとう，谢谢。自己的创作的专辑送给李团长。
对，李团长马上就把 CD 就是放在CD 然后听。その場で CD に合わせてピアノを弾いてくれたんですね。而且他一边听 CD， 然后一边弹钢琴。その弾いてくれたピアノに合わせて僕が歌を歌いました。で顺着李老师弹的钢琴，他一起唱歌。そしてですね、その歌とピアノが盛り上がって。で、あなた2個も弾くのよねっていう感じで言ってくれて、友達の方に電話をして2個をねすぐ持ってきてくれたんですね。はい。で、あって李团长ね、when他离离归、你会不会来二胡？然后那他打电话给那个音乐朋友，他有一把二胡，请他带二胡来这边，他的名字，然后请他。で民宿に泊まってる人ですね、一人ずつ起こしてですね下のホールに、たくさんの人が集まりました。然后李团长然后把一个一个那一天的住客叫来下来，然后就是办一场小小的音乐会在他的民宿的客厅。この時間がとっても嬉しくて楽しくて幸せな気持ちでした。那段时间他觉得非常快乐愉快。そして今回もう一度台南に行きたいと思っていたところ、音楽会をやろうと言ってくださって、今回のライブに至りました。那个时候他就很希望未来想要在台南办一场音乐活动。后来呢，李老师跟很多单位的帮忙，能够在这个工会党历史永久的工会党，可以办一场很大的音乐会，非常高兴。今の気持ちは、今年の1月に、台湾に来て、で2回目に来た。そのまだ2回目なんですが、こんなに素晴らしい会場で、こんなにも素敵な今日も記者会見を開いていただいて、こんなことは普通ではありえないと思っています。在台南第一次办演唱会，他非常惊讶能够在这么有风格的很大的地方可以演出，就是他非常感动。本当にたくさんの方が本当に毎日毎日準備をしてくださって、ポスターを作ったり、たくさんの人に声をかけてくださったり、この会場をとてもね、人気のある会場の今回日を明けてくださって、本当にたくさんの方にお世話になって感謝の気持ちでいっぱいです。这次他因为有非常多非常多人的帮忙，才能在这里举办音乐会。有些人录制，有些人画他的CD 的海报等等，然后有些人出钱。他非常感謝。で、このようにとても温かくしてもらった、そんなですね、この事実、そしてライブの様子だったり、とにかく台南の方にたくさん親切にしてもらった、優しくしてもらった、そのことを僕の日本のファンだったり日本の方皆さんにですね、もっともっと伝えていきたいと思ってます。他等结束这场活动之后，把这次的在台南的一些故事，然后他的感恩的心带着回日本，然后传达给他的日本朋友们。